こんにちは。体の家で10万円勝負です。今日は2023年の2月9日を3時間近く過ぎてしまいましたが、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は50.2円ということでね、またちょっと怪しい感じの数字になってます。これ4時間足ですけど、これ4つ、5本ですかね。ちょっと広すぎちゃったんで、見ていくと、この50円をね、切ってるんですよね、ところどころ。そして今直近で一度切っていて、今50.2円ということですからね、本当にもうこの平均線を見ても分かるように、実線はもう平均線を抜けてきた。で、25の平均線ももう下を向いて、長期とね、いわゆるデッドクロスをしようとしているということで、厳しいですね。4時間でね、お正月、ここからですね、ここから見ると、ずっといい感じで上がってきて、ね、下がっても、ここ、青い線のところで跳ね返ってきてたんですけどね、これを下にこう抜けてきてしまいました。ちょっとね、ここで、なかなか、ロング入るんだったら、もうちょっと落ち着いたところで、まで待つという感じなんですかね。あと、これだけ大きく上げてきましたからね、一旦売りが出るのも、しょうがないのかなという気もしますけど、またしばらくね、辛抱の時期が続くのかもしれませんね。では、ツイッター見ていきたいと思います。ELMPI さんですね。体のメインネットアップデートは、日本時間2月15日6時44分、おなじみのですね、の予定です。このアップデートで、ECDSA とシュノール署名の追加でクロスチェーン対応が強化、マルチ署名や識字署名に対応が実現します、進化しますねと。さらに見ていくと、IOG のチームは、このプロセス全体を通じて、取引所 SPO および DApp ツール開発者と緊密に連携しています。体のコミュニティの皆様、いつもご愛顧いただきありがとうございます。進行状況に応じてコミュニティチャンネルを更新し続けますと。ちょっと何度か触れてきましたけどね、今回の、バージョンアップの内容がこちらにあります。体の新しい暗号プリミティブが優れた、総合運用性と安全なクロスチェーンの DApp 開発をもたらすと。今回のアップグレード、 SECP アップグレードと、名前がついてるんですかね。ちょっと確認していきます。暗号によりブロックチェーンの設定における信頼とセキュリティが保証されます。ブロックチェーンにより使用する暗号署名方式は異なります。ECDSA、楕円曲線 DSA とシュノール署名は、ブロックチェーンプラットフォームで使用されている2大楕円曲線です。ビットコインやイーサリアムなどのシステムは ECDSA を使用しています。シュノール署名はもともと ECDSA の代替として提案されましたが、これもポルカドットなど複数のブロックチェーンネットワークで使用されています。カルダノは楕円曲線カーブ25519を基本曲線とするエドワーズ曲線デジタル証明アルゴリズム EDDSA を使用します。別名 ED25519。これは迅速な証明検証と小さな証明サイズを提供し、ブロックチェーン全体のパフォーマンスとセキュリティの向上に役立ちます。さらに ED25519は特定のタイプの暗号攻撃への耐性も考えて設計されているため、安全面に優れた選択肢となります。エモネロ、リップルなども ED25519 を証明アルゴリズムと使用していますと。体の新しい暗号プリミティブ、アルゴリズムに相違があるということは、他のブロックチェーンと連携し、ECDSA とシュノール署名を検証する必要がある。プルータス、ダップ開発者がプルータスでそのようなアルゴリズムに SECP 楕円曲線を実装するために、時間と労力と資金を費やす必要があることを意味します。これによりセキュリティリスクの可能性が大幅に高まり、非現実的な量のリソースを使うことになる可能性があります。プルタスビルドイン関数として提供されるのは、カルダナの使用署名アルゴリズム ED25519 のみであるため、ECDSA とシュノール署名の操作は、同じくビルトイン関数として提供されていない限り、高額で時間のかかるものとなります。クロスチェーンアプリケーションの構築を容易にするため、IOG はプルータスに ECDSA とシュノール署名をサポートする新しいビルトイン関数を追加しました。これにより会社はより幅広いマルチシグや識字署名設計をカルダノネイティブで使用できるため、最高セキュリティレベルが提供されます。アップグレードの準備はカルダノエコシステム
テム全体で着々と続けられてきました。 IOG のコアエンジニアリングチーム、体の財団 SPO、DAP 開発者取引所は2022年11月以来、プレビューテスト環境で徹底して統合テストを実行しており、良好な結果が得られています。この技術は間もなく体のメインネットへデプロイされている、される見通しです。バジルアップグレードのために、体の財団は最終段階における明確なクリティカルマス指標に合意し、エコシステムの準備を万全にしました。例えば、新しいアップグレードはバジル国家ほど複雑ではなく、既存のダップ全体に与える影響もそこまでではありません。それでもチームは新機能に向けて準備が必要となる可能性のあるカルダノの主要利害関係者、特に SPO、ダップ取引所と密接に協力して準備を整えています。執筆時点で 80% を超えるブロック生成濃度が必要とされる新濃度 1.35.4 を実行しています。ダウンストリームコンポーネント、DB シンク、ウォレットバックエンド、グラフ、QL などはこの変更から直接影響を受けることはありません。それでも通常通り新ノードバージョンに対する互換性は完全にテストされています。はい、最後です。取引所には必要に応じて各自のシステムをアップグレードするために十分な時間を取れるようすでに通知がなされています。 IOG はまた DAP やツールの開発コミュニティに聞き取り調査を行いました。結果、この変更により影響を受けるプロジェクトはほんのわずかであり、コードの更新が必要な場合も考慮しています。このコミュニティ調査に基づき、メインネットのアップグレードは暫定的に日本時間2023年2月15日6時44分51分が提案されています。これに基づき、IOG はプロテスト環境の更新を日本時間23年2月12日9時に予定しています。こうした日付をめどに、最新更新情報は通常通り IOG 及び財団のソーシャルチャンネルをチェックしてください。と、うんぬんということで、こちらテストなので、ここですね、日本時間、2月15日6時40分、まあこれエポックの切り替えの時間ですよね。はい、ということで、もうね、ほとんどの方が SPO は、アップロードしているということで、あとはもう自動的にね、切り替えるだけでフォルダの方も特にやることはないということです。そして、機能はね、アップするということですね。まあ、総合運用性って、ね、ずっと言われてきたけど、いろんなところで、ね、どんどん改良されて、もう総合運用は、ね、ある程度進んできたということですね。まあ、それをなかなか実感として、ね、理解、まあ、自分で、ね、ダップ作ったりしてないので、なかなか実感としてお伝えできないけど、まあ、いろいろ、ね、勉強していきたいと思います。しっぽさん、SEC は暗号のステーキングサービスの禁止を計画していると、ワスに対する、チャールズ・ホスキンソンの見解について、イーサリアムのステーキングは問題ありと発言、この理由についてユートデイが伝えていますと。しっぽさんの文章だけで読んでみたいと思います。ユートデイの記事によれば、 SEC は暗号のステーキングサービスの禁止を計画していると噂されており、ホスキンソン氏はステーキングのスマートコントラクトにロックされたイーサリアムトークンが規制製品のようになると考えています。ホスキンソン氏は、ステーキングは現在のように一部のユーザーにとってコントロールされるのではなく、よりコミュニティによってコントロールされるべきであると提案しています。彼は SEC のステーキングに対する根本的な誤解によって全てのステーキング製品を同じものとして分類してしまうと考えています。また ほとんどのステーキングプロトコルがそうであるように、中央集権的なステーキングシステムを設計することは業界にダメージを与えると、ホスキンソン氏は警告しています。そして次に、チャルさんの言葉ですね。イーサリアムのステーキングには問題がある。一時的に自分の資産を他人に渡してリターンを得てもらうのは、規制対象製品に、よく似ている。スラッシュとボンドはあまり良くない。一方、非管理型のリキッドステーキングは私たちが13年間使ってきたマイニングプールに似ている。カルダノのボスによると、彼のチームはプロトコル上のステーキングのテーマを少数のユーザーではなく、ほとんどがコミュニティによって、制御されるモデルのものにアプローチしました。業界にとって悪い展開。このニュースはまた噂としてタグ付けされていますが、業界関係者は市場規制当局による実際の禁止に備え準備を進めていることが目立ちます。ホスキンソン氏によれば、実際の運用と設計の事実に関する根本的な誤解によって SEC は全てステーキング商品をその違いに関わらず同じものとして分類してしまうといいます。彼はほとんどのステーキングプロトコルが行ってきたように分散型ではなく中絶欧州圏型のシステムを設計することは業界を苦しめることになると考えています。米国の規制改革に、ま、
規制改革を待って暗号を規制する権限を与えられた SEC は、リップルラボと LBRY を含むいくつかの企業に対して多くの強制措置を取っていますということで、まあ、カルダノあるいはチャルさんがね、一緒にするなというのは、なんか今回が初めてじゃないような気がしますよね。はい、まあ、いずれにしてもちょっと今チャートがね、あまりいい感じではなく今下がりそうだっていうのもちょっとこの辺のね噂に、よって、影響されているのかもしれませんけどね。まあ、だとすると、まあ、この辺がね明らかで、体の問題ないよ、あるいは、まあ、イーサリアも含めてね別に規制ない、規制がないよとなればね、また反転するのかなとちょっと期待したいと思います。はい、カルダノ・フォー・クライメット、カルダノ・プロジェクト・カタリストということで、ちょっとこれ古い情報ですけどね、はい、サミットで、環境の関係ですかね、のプロジェクトが、いろいろあったみたいなんですけど、まあ、その、なんですかね、ダイジェスト版みたいなのがこちらまとめられておりました。はい、こんな感じのサイトになって、リンク先かな、動画はね、私いくつか見たんですけど、なんだろうな、まあ、いろんなマイクロ金融だとか、カーボンの環境を、ね測定するとか、ゴミを、ね、チェックするとか、まあ、いろんな、プロジェクトがあるので、ね、ちょっと興味あれば見ていただければと思います。はい、最後に松本優作さん登壇させていただきます、ご応募お待ちしておりますということで、ついにこのウィニーという、ね、映画が始まります。それに差し当たってですね、まず、試写会があると、3月10日公開みたいですね。はい、まあ、ブロックチェーンではないんですけど、まあ、そのようなことを、ね、始めた方がいたということで、ちょっと、ね、これが気になってた映画なんで見てみたいと思います。はい、では値段に戻りまして 50.36 円ですね。14,012.9×50.36 で元本が10万円ですので、計算しますと605,690円のプラスということになりまして、はい、605.7% のプラスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。